いらなくなった CD を使用して小さなホーバークラフトを作ってみましょう。使うのはペン、風船、接着剤、丸いゴム板です。まずはじめにペン先、カートリッジ、そして後ろの小さなキャップを外します。長い針でキャップに小さな穴を作ります。これが前と後ろから見た状態です。丸いゴム板の中心に穴を開け、このキャップを奥まで押し込んでください。いらなくなった CD を取り出し、穴の周りに接着剤をつけてください。接着剤をしばらく乾燥させ、中心にゴム板を貼り付けてください。後ろから見るとこのような感じです。ではペンの後ろに風船をつけ、輪ゴムで留めてください。このペンは先ほどの CD に固定させたキャップにはめることができます。では早速風船を膨らましてキャップにはめてみましょう。机など表面が滑らかな場所にホーバークラフトを置いてみてください。空気が下から逃げ出してクッションになるので CD がスムーズに動くでしょう。これがホーバークラフトの原理です。風船から空気がなくなれば、ホーバークラフトは動かなくなります。滑らかな床にホーバークラフトを置き、軽く押すと部屋の端から端へゆっくりと移動させることができます。ぜひ試してみてくださいね。